ってすいませんでした。いやいや、まあでも結構喋ったよね。喋った30分超えたんじゃないの。うん、ちなみに、うん、来週も内山さんです。あ、はい、そうです、うん、引き続きお付き合いいただきます。だから今後の課題としては、うん、あのなんかよくわかんないあの流れやめようぜ。あの流れ、あれもうさ、ちょっと困ったらそれみたいなとこ俺らあるからさ。じゃあマイク回ってないとこでね。ほっかふざけんなよ。それだよ。これ禁止。いや、あの新鮮で楽しいんだよ。いや、安易にや、それは、うん、最後の手だから。でもとりあえず来週の目標としては生放送しよう。いや、それ僕らではどうしようもできない部分だから ね、 そうなんですね。まあ、生放送やりましょ う、 そう。あと生でこれやったらどんな反応が返ってくるのかね。俺が怒られるよ、どうせ。いや、逆かもしれない。もう ね、 ね、双方のファンからフルボッコですよ。誰も得しねえじゃん。誰も得しねえ。私たちが気持ちいいだけですよ、ね、ちょっと一瞬楽しいだけ。一瞬楽しい、一瞬ね。そう、刹那的なやつですよ。本当ですよ。でも永遠にしていこうね。バカ。マジお前、ほんとマジ。お前とか普段言わないけど。お前ほんとマジ。ダメ、もうこれ禁止、これ禁止。これ禁止ね。これ禁止。わかりました。本当に禁止だからな。本当に禁止だからってさっきから言いながら一番振ってるのあなたですか。違う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 。俺も反省した。反省した。あやねちゃんの前だとはしゃいじゃうの、確かに。はしゃいじゃうの。だからといってさ、生放送でやっていいことと悪いことがあるから。うん、そうだ。そう。そうだそうだ。頑張っていこう。そう、はい。という盛大な振りをかましたところで。振りじゃない。内山さんありがとうございました。はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは今夜はこの辺でお別れです。ここシャーロットラジオ、トモリナオの生徒会裏日誌。収録が終わってからの反省会であったり雑談の模様を皆さんにそのままお届けしてしまおうというアーカイブ配信限定の裏日誌的なコーナーです。というわけで1回目の収録が無事終わりました。まさかこんなことになるとはね。まあ残念でしたが、その分まあどれぐらい疲れてるか分かりませんけど、喋ったよね、うん、我々。なんかすげえ喋って、さっき見たらね。ぶっちゃけ今何時なの？え、今？うん、ね、23時29分。やばい。やべえな。こんな遅い時間まで内山さんと一緒にいられて嬉しいぞ。いつも一緒にいるだろ。だからこれやめようっつってんの。やめようっつったのに。本当にマジでこれ誰も得しないんだよ。こういうの。本当にそうなんだ。反省、反省だ。反省さ、こういうの反省していけばいいんだ。反省会っていうのこういうのもう来週からは、うん、やんないっていう。言ったからもう。目の合った瞬間のどうするみたいなのやめなっつってんの、マジで。やるでしょ、やんない、やんないみたいな目をするから。これ安易な手だからマジで。 そのさ、うん、その困ったらその流れ持っていくみたいな、うん、よくあるじゃん。あるある。イベントとかでもそうかもしれませんが、とりあえず下ネタみたいなね。それはちょっと知りませんが。僕は知らないけども。あのね、来週やったら、うん、高城が来ますっていう感じ。何、音がブワッつって。多分ね、ちょっと一回、何、高城来るから試してみる。あ、まあ。こう言われると出てこない。何も出てこない。何も出てこない。突然の振りには弱いね。ダメだな。なんかお互いの心の準備がパッてできた、ね、アイコンタクトが成立した瞬間からなんだ。うん、じゃあね、来週にお楽しみかな。そうですね。音が鳴るわけです。おはよう。いや、寝てたとかそんなデマ？こう流さないでほしいな。あのね、ニコ生の運営コメントで今内山さん寝てるんだけどどうやって起こしたらいいってみんなに語りかけたんです。言うなよ。ね、まあこればっかりしょうがないよね。まあしょうがないでしょ。生放送やりたかったけど、そう。イエーイってテンション。いやー、やりたかったな生放送。ギリまでテンションちょっと上げに入ってたじゃん我々。イエーイみたいな、珍しくさ。私がもう、いやー生放送緊張する、やだ、ね、内山さんなんか楽しいこと喋ってって言って、ね、そう。イエーイみたいな感じだったけど。一旦ね、うん、機材トラブルなんだったりありまして、ちょっと生放送できないからみたいになって、はい、シュンってした中で始まったけど、まあこうなったらやるしかないから。そうで、なんかしょうがないよね、生放送できないのって言いつつ、なんか生放送回避できてちょっとニヤッとしてる2人がいて、でも来週からね、まあ順調にいけばまた生でやってみようってことなんでね、うん、頑張ろう。いや、一人喋りね、苦手なんですよ。でもあやねちゃんがグダグダ喋って、グダグダって言うと失礼ですけど、はい、何喋ってても可愛いと思いますよ。知ってる。まあね、こんなコントを繰り広げていたわけですよ。初めの前まで、まあ、私とね、内山さんは割と付き合いが長くて、実は、はい、そんなに共演多いわけじゃないんだけどね。ないんですけど、ね、なんか絶対3ヶ月2回とか半年2回とか、あの、ね、普通にスタッフさん含めてね、スタッフさん含めてご飯を食べてるんですよ。しかもだから初めて会った時が高校生とかでしょ、さくらさんが。だからなんかどんどん大人になって美人さんになっちゃってさ、うん、寂しいな。でも内山さんの変わらないとこ好きだよ。なんだよこれ。なんだよそれ。
あのね、4年ぐらい前なんですよね、それがね。そうね。そう、その時からね、内山さんはね、何にも変わらないんですよ。変わらないでしょ。で、私たち4歳差ぐらいじゃないですか。だね。だから、うん、その初共演のね、作品のね、うんまあ、同じアニプレックスタイトルですよ。はい。そう、劇場アニメ作品で、はい、主人公とヒロイン演じた時に、うん、の内山さんの年齢に私はなったの。あ、ほんと？なった。時は経つもんですな。経つものですよ。でもそんなことやってましたけど、うん、こんなラジオでね、二人で喋るなんて機会はなかったんだよね。そう、でもだからね、私なすごい嫌なことがあるの。え、嫌なの？そう。え、ちょっと嫌な、ちょっと嫌なの。なんかね、内山さんとプライベートでしか喋る機会なかったから、うん、現場でも会わなかったし、うん、最近ちょこちょこ会うけど、うん、なんかね、身内に仕事現場見られてるようで嫌なんだよ、ね、なんかわかるわ、兄弟じゃないけどね。そう、ね、そう。で、あともう一つついでに言うと、何、内山さんのね、うん、マネージャーさんがね、はい、劇団ひまわり、はい、そう、劇団ひまわりさんがね、はい、マネージャー K さんがね、はい、現場にいるとね、はい、これまたなんかね、身内に仕事見られてるみたいで親戚かな。そう、昔から知ってるからね。そうだからね、今の、うん、弊社アイムエンタープライズという事務所のマネージャーよりなんか先にひまわりのマネージャーさんになんかスケジュールの確認とかしに行っちゃいそうだ。嘘だ嘘だ、そんなことないでしょ。ちょっとなるの。なんか、まあ、そんな温かく見守ってきた我々ですから。そうね、大丈夫、のびのびと今週は生ですよっていう証拠を見せていきたいじゃない。そっか、やっぱこのぐらいの時間になるとこんな感じですよ。あのさ、先週はもっと遅かったんですよ、はい、先週はもっと遅い方がいいってこと？違う違う違う、遅すぎてちょっと変な感じになっちゃったっていうか、うん、なってただけ。はしゃいじゃった。はしゃいじゃったの。うん、まあさっきまではしゃいでたけどね、私たち。まあね。何その意味深ないの。いやいやいや、こうやってねコメント見ながら喋るっていうこと僕やったことないんでね、ちょっと。あ、本当に？まあまあまあ、シャーロットのあのニコ生の映像付きのやつありましたけど、うん、ラジオでっていうのは初めてなので、なんか30秒ぐらいだけ時間あげるので、よければなんかコメントと会話してみる。コメントと会話ってどういうこと？いろいろ拾っていけばいいってこと、うん、いやなんか特に出てこなかった。喋って。え、なんか見てるだけ。見てるって言われたら見てるよとか。うち元気、うち大好き、ちょっと眠い、うち結婚しよう。いや、結婚願望がない。それさ、ほんと問題だと思うわ。どういうこと？え？え？なんで？な、俺の結婚の話はいいだろ？いいか。うん、いいよいいよ。確かにね。うん。なんて言うんですか？前回は？はい。なんか大人たちに怒られたの？だからそのはしゃいだっていうのは、うん、こうなんか普段遊びでやってる、うんうん、かわいいよみたいなことを褒めるっていう、あ、例のノリをこうネット上に載せてしまったっていう反省がありまして。ああ、確かにね、ネットラジオでね、あれは誰も得しないだろうっていう結論になりましたから、私たちの、うん、あのなんか私たちだけが楽しい、うん、くだらないやつ、くだらないやつ、あれはもうやめようと。そうなんだ。で、今週そういうのをやったらなんか怒るらしいんで。じゃあ今日スタッフさんもそういうの仕掛けてるらしいので、今日はやらないの？あの、みんなに言いたいのはね、違う、俺のせいじゃないんだよこれ。何が？コメント諸君。は？あの、さっきのセリフあったじゃん、うん、あの時に意味深な目でこっち見るんだよこの女。何、さっきのセリフって何？なんかそうなんだって、マジで振りなんだよ。そう、振りなんだよ。だってさ、先週のさ、反省会の時にさ、反省会とかないよ別に。あったじゃん。まあ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 、違う違う、放送の反省会。あ、放送のね、載ってるやつね。放送の、はいはいはい、あの温泉さんとかで配信してるね、はい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 、反省会の時に、なんだっけ、来週俺絶対やんないから、俺絶対やんないから、絶対やんないからってずっと言ってて。そんな言ってないよ。振りかな。いやいや、違う違う違う。思うじゃん。やらないからっつってやらない。やらないでしょ。です。残念だな。バカ。バカバカバカ、うん、そんなもう、もういいわ。そうなの。はいはい。とりあえず今日あれやるとね、鷹匠さんがやってきて連れ去られるそうなので。これかー。これですって。これかー。そう、あのね、なるべく出していかないようにしようっていう方向性、ね、あと、はい、なんかお互い罰金とか設ける。100円貯金しよう。お互いなんかやったらお互い100円ね。はい、そういうことでいきましょう、はい、ということで。そしてウド、念写の能力者ですね。あの念写さ、うん、あの絶妙なのがさ、うん、下着姿が見えるっていう、ね、あれが男子感だよね。中身は見えなくていいの？中身ってなんだよ。え？中身って？え？中身？いや、だからこうなんだろうな、そう、コメントにもあるけど、うん、ロマンっていうのかな、うん、ロマン？下着？あやねちゃんにはまだ早いかもしれないね。教えて。
やってしもうた。なんか何回か見てね、いろいろ考察しちゃった。いい作品にしていこうぜ、2人で俺らでね。俺らでさ、うん、いい作品作ろうよ。なんで続けるの？なんで何回もやったの？次、お兄ちゃんが星あゆみさん。あ、お兄ちゃんが星あゆみさんがいるよ。僕がいるよ。私もいるよ。え、お前誰だよ。お姉ちゃん。お姉ちゃん。三人兄弟になっちゃった。そう、三人兄弟。なるほど。さくらさん、内山さん、こんばんは。こんばんは。ペンネームでお分かりかもしれませんが、私の名前は、ゆうの妹、あゆみちゃんと同じです。前回のラジオで、内山さんの、うちのあゆみ。そんな言い方してない。発言にイヤホンで放送を聞いていたことも相まって、自分のことではないのにかなりドキドキしてしまいました。あ、そうですか。これから内山さんに名前をたくさん呼んでもらえるからは、あゆみちゃんの活躍次第なので、純粋な気持ちと下心半々であゆみちゃんを応援しています。下心ってそんな大げさな。あゆみちゃん頑張れ。いや、もうあゆみは連呼でしょ、これからも。まあそうね、うちのあゆみは可愛いよ。ちょっとゆうをいやに、にをねに変えてみない？うちのアイネは可愛いよ。いやいや、なんかしたいんだよ。いや、ちょっとこれね、おかしい。本質とずれてる。俺らが楽しくやってたのとは違うものになってる、これは。確かに。ちょっと違うわ。もうさ、これはね、プライベートでやろう、この遊び。いや、プライベートでやる方がおかしいわ。どう考えたって。もうこれいいわ。そうだな、うん、ということで今日は以上。なんか喉ガラガラになってきちゃった。疲れちゃった、うん、じゃあ俺が喋るよ。あ、よろしく。なんだっけ、どこか読んで。ここ、これね、いい声で、内山さんのいい声で読んで。それではここで一曲。テレビアニメ噛んじゃった。